本日の議論はグローバルイッシュ解決への貢献と復元語主義に当てられております。そこで復元語教育について簡単にご紹介し、議論への補助線にしたいと思います。まず多言語主義と復元語主義について、それから多文化主義と複文化主義について、そして異文化間コミュニケーションについて振り返りたいと思います。一つの社会の中に複数の言語が共存している状態や、そのような状態に向けて整備された言語政策は多言語主義と呼ばれ、これは欧州連合が1990年代初めから推進しているものです。母語プラス 2言語の外国語教育や、加盟国の国語すべてが EU の公用語になっていることなどが多言語主義の成果といえます。これに対してヨーロッパのもう一つの国際機関、欧州評議会がヨーロッパ言語共通参照枠の慣行によって推進しています言語政策は複言語主義と呼ばれるものです。複言語主義は多言語主義と異なるもので、個人の言語活動や言語使用に焦点を当てております。すなわち英語だけではなく複数の言語を学ぶこと、また複数の言語に同時に接したり、さまざまな言語学習を連動し、複数の言語に関わる一つの能力を作り出すこと、またなぜ言語学習を行うのか、言語学習そのものに関心を持つことなどを意味するものであります。日本では日本人は外国語が苦手で、大方の日本人は日本語しか話さない単一言語話者であるという神話が広く社会に共有されておりますが、複言語を、そして複数の言語を操れることに対して羨望の眼差しを向けていたりします。しかし複言語主義から見た場合に、果たしてこういう表象は現実の言語活動を的確に捉えていると言えるでしょうか。複言語主義の言語化によれば、あらゆる人間は複言語話者です。というのも、一つの言語は複数の言語編集から構成されており、標準語だけではなく方言と呼ばれる地域編集なども言語編集として標準語と同じ価値を持つものであります。つまり日本語だけを話すと思っていても、標準語と方言と呼ばれる地域編集などを話すことが多くの場合であり、このような意味では誰もが複言語話者であります。このような言語観は、あらゆる言語が平等であり、文字化されていない言語も文字化された言語と同じ価値を持ち、話者の少ない小言語も大言語と同じ価値を持つと、そのような価値を伝えるものです。これはどのような言語を使う民族であれ、そこに優劣はなく、すべての人間は平等であるとの民主主義の原則を伝えるものです。確かに私たちは学校教育や社会教育を通じて自己の外部に存在する言語を学習するのですけれども、私たち自身の内部にもすでに複数の言語が存在していると言えます。これはいわば内なる他者の存在にも注目することにもつながるもので、今日のコスト先生の講演で深められる議論問題意識の一つだろうと思います。またモア先生の講演では、アカデミックライティングという単一言語主義の支配しやすい学習環境の中で、その学生が複言語能力をどのように活用するのか、その言語活動の内部を明らかにするものです。次に複文化主義と多文化主義について振り返りたいと思います。多文化主義が社会における複数言語の共存を、複言語主義が個人における複数言語の共存を主張するのと同じように、多文化主義は社会の中での複数文化の共生を、複文化主義は個人の中での複数文化の共存を主張するものです。したがって複文化主義と多文化主義を識別することが重要であります。多文化主義は英米圏に発生した社会思想であり、社会の中での文化的社会的差異を積極的に肯定し、それを承認しながら
他者との共生を図る思想であります。これは多数派と異なる言語、民族、文化、宗教などを持つ集団を尊重し、少数派の権利を擁護するもので、社会に複数の文化集団の存在を承認し、それにより多文化社会を構築するものです。しかしながらフランスにおいては、この多文化主義は共和国の一性、共和国は一つという考え方が憲法にありますけれども、一性に反し、国家の分断をもたらす共同体主義、コミュニタリズムにつながるものとして批判と排除の対象でありました。フランス憲法は法の前での市民の平等を訴えており、文化的、宗教的、民族的差異は法の前には存在しないものです。フランスは人間の差異の絶対化に基づくような意味での多文化主義を退けるものですが、複文化主義は個人の内部に関わる思想であることから、フランスの共和主義と間に相互はありません。複文化主義は個人の内部に存在する文化の複層性を肯定するもので、複数の文化へと開かれた寛容で民主的な人間の創出に関わるものです。しかしながら、そもそも考えてみますに、私たち日本人のアイデンティティは純粋な日本文化だけで構築されているのでしょうか。日本文化そのものが複数の文化から構成されているということに加えて、私たち自身も日本以外の複数の文化の知識や態度などを所有していることは明らかであります。つまり他者の文化というものは外部にあるだけではなくて、私たちの内部にもあります。このような複数文化への目覚めを促す思考が複文化主義であり、今回の研究集会に沿って言うならば、内なるグローバル化への招きであると言えるでしょう。最後に、英語圏で論じられます異文化間コミュニケーション、インターカルチャルコミュニケーション、クロスカルチャルコミュニケーションとの関連に触れたいと思います。一般的に異文化間コミュニケーションとは、異なる文化的背景を持つ人々の間でのコミュニケーション活動を指すもので、それぞれの文化的背景とコミュニケーションの相互関係を論じ、ともすれば文化を本質主義的に捉える傾向にあります。その点では複文化主義のような文化の複層性に基づき、自己の内なる他者にも注目する思想とは異なるものです。日本の学校教育において異文化理解が語られるときには、ともすれば陥りやすい文化本質主義にも通底する発想であります。このように複言語主義、複文化主義の概要を簡単にたどってまいりましたけれども、このような言説にあえて頼らなくても、複数言語間のダイナミックな交流が日本においても実践されていることは、佐久間先生やまた落合先生のご報告が明らかにするものであります。また文化の多様性を日本社会においてどのように考えたらよいか、これは馬渕先生や細川先生の議論が深めるものでありますし、さらには文化の多様性についての実践はプー先生やハン先生、さらには平畑先生のご報告が明らかにするものと思います。それでは今以上をもちまして問題提起にさせていただきたいと思います。